こんにちは、マサです。昨日、アメリカで雇用統計の発表があったんですけど、この結果を受けて金価格が上昇しました。ドル建て金価格が1865ドル、円建て金価格が8770円です。かなり上がってきました。昨日の雇用統計なんですけど、 失業率と非農業部門雇用者数は予想より良かったです。しかし、平均時給の伸び率が鈍化しました。ですから、ドル高とドル安、どっちに動いてもおかしくなかったんですけど、平均時給の方に反応しました。つまり、ドル安です。平均時給の伸び率が鈍化するっていうことは、 インフレも鈍化すす。るっていうことなんですそうなると利上げの終わりが近づきます。現在アメリカの政策金利は4.5%ですからあと数回で終わるかもしれません。昨日発表された ISM 非製造業景況指数も予想以上に悪化してました。 ISM 製造業景況指数も悪化してます。景気が悪くなるっていうことは、インフレが鈍化するっていうことです。ですから、かなり利上げが効いてるんです。住宅の30年の固定金利が6.5%ぐらいですから、これじゃ買わないよね。こんな感じで景気が悪くなっていくんです。もちろん利上げによって、 景気を悪くして、物価を下げるためにやっているわけですから、予想通りといえば予想通りなんです。しかし、金利を上げすぎちゃうと、予想以上に景気が悪化しちゃいますから、どこで利上げを止めるか、ここが重要なんです。利上げをして効果が出るまで時間差がありますから、どこで止めるかが重要なんです。難しいんです。 ということなんですけど、今年のトレンドはドル安、そしてドル建て金価格の上昇なのかなって思います。円高がどこまで進むかわかりませんから、円建て金価格はわかりません。では以上です。ご視聴ありがとうございました。